皆さんこんにちは、新年会でございます。改めましておめでとうございます。皆さん方には本当に常日頃ですね、大変お世話になっております。特に望月さん、会長さんはじめ皆さんが県人会の行事、本当に心よくですね、心温まるご賛同いただいていることに関して本当に感謝を申し上げているところでございます。今日は会長代行ということで、会長代行で出席をさせていただきました長岡出身の広岡でございます。今雪の話題が出ましたので、昨日実家の方に電話しましたら、長岡から8キロぐらい入ったところなんですが、やっぱり3回ぐらい雪降りしたということですので、大体メーター数が分かるような気がします。本当に大変だな、みんな頑張ってほしいね、その気持ちを今持っているところでございます。県人会も昨年素晴らしい記念誌を、皆さんに素晴らしい記念誌をということで、ここでもたくさんお買い上げいただきまして、本当にありがとうございました。この記念誌の中でですね、次世代にしっかりバトンタッチできるような、そんな動きをさせていただこうと、今思っているところでございます。特に今、小林康二郎さんが私どもの筆頭副会長でございます。その糸魚川の素晴らしさを私たち本当によく聞かされております。ジョイパック、そしてまた翡翠と、この流れの中でですね、しっかり一つ私たちもわきまえ、そしてまたふるさと方もできたらやって、みんなでお邪魔したいなと、そんな思いを出しているところでございます。県人会の行事でございますが、昨年は東日本大震災で、中止そしてまた延期がございました。今年は一つみんな元気で、地区会法人会の札でございますが、その皆さんに一言元気で、その元気を一つ支援の方に皆さんにお伝えできれば、これが一番私たちのできることかなと、そんな思いも今いたしているところでございます。平年でございますが、1月の21日が新年祝賀会をさせていただきました。750名椿山荘に集まっていただきまして、泉田新さんはじめ皆さん本当においでいただきました。また4月には芸能大会、これは300名ほどの会場でございますが、ぜひ上の当店舗でやりますので、ぜひおいでいただきたいと思います。また7月の16日でございますが、農業大会、これは椿山荘で約800名の席を用意しておりますので、こちらの方もまた一つお出かけいただきとうございます。やはり一つ一つ皆さんとのお付き合いをしながら、地区会合人会の話題でございます。皆さんのお力添えで、またしっかり元気で頑張っていこうと思っております。最後になりますが、どうぞ一つ素晴らしいご受精をご記念申し上げまして、平会長大義挨拶させてありがとうございました。広川副会長、どうもありがとうございました。